それでは今回の報告会はこれまでとする。各自持ち場に戻ってくれ。了解。閣下、少しよろしいでしょうか。おう、なんだ。魔獣に関して何か他に情報でもあったのか。いえ、そういうわけではないのですが、少々閣下とお話ししたいことがありまして。ああ、すまんファナティオ。これから用があるんだ。また今度時間を作る。閣下、最近騎士長の動向が怪しいんだよね。会議の後すぐにどこかへ出かけてしまいますよね。もしかして恋人に会いに行ってるのかもしれませんね。早く告白しないと騎士長を取られちゃうかもよ、ファナティオお姉様。二人ともくだらないこと言ってないで早く任務に戻りなさい。まあまあ、子供の冗談だから。聞いていたの、坊や。もちろん気にしてないわよ。あの人は不器用で女心がわからないから、恋愛にうつつを抜かすようなことがあるはずがないわ。私がこうして兜を外すようになったことについても何もおっしゃらないくらいだもの。明らかに憂鬱になってるな。念のためベルクーリさんを追ってみるか。ここは牧場？騎士長がこんなところに何の用だ？おう、そんでこっちは気が気でねえってもんよ。ベルクーリさんと女の人が親しげに話してる。本当に恋人なのか。もっと近づけば話の内容が分かりそうだけど、聖護騎士の索敵能力は半端じゃない。確実にバレそうだからしばらくここで様子を伺うか。アンガトよ、またいらしてくださいね。何かを受け取って移動し始めた。尾行を続けよう。なんだか道がめちゃくちゃ険しい。もう歩いて1時間ぐらい経つからか、足が疲れてきた。というかこんな獣道通ってどこ行く気だよ。怪獣の討伐とかか。後をつけると趣味が悪いな。バレた。あ、これでも隠れようとしたんだけどな。お見通しだったってわけか。足音一つ立てずにこの獣道を歩けたのは上出来だ。でもよ、音がなかろうがわずかな気配を察知できねえようじゃ騎士長は名乗れねえだろ。つまりずっと前から気づいてたのにわざわざここを歩かせたってわけか。ま、そういうことだ。お前さんの尾行能力がどんなもんか調べるのにちょうどいい機会だったからな。まったく、俺を試すなんて。趣味が悪いのってあんたの方じゃないか。まあ、しかしどうして牧場なんかに。誰にも言わねえって約束できるか。ああ、約束する。実はな、温泉卵を作ろうってんで、あちこち回ってたんだ。さっきほら卵買ってたんだよ。確かに卵だな。しかし、なんで温泉卵なんか。前に安永が夜食にって作ってくれたことがあったろ。あれがうまくてな。んで作り方を聞いたら、本物の温泉に、それも温度の高い源泉に浸せばさらにうまいって言うからよ。それでいろんなとこに行って試してみたんだが、温度のせいでなかなかうまくいかなくてな。つうわけで今日もまた別の温泉で試そうって話さ。やましいことは何もないぜ。それで最近はすぐ出かけてたのか。温泉卵ぐらいなら別に秘密にせずに周りに言えば良さそうなものだけどな。
なあ、俺もついていっていいか。その温泉卵、俺も食べてみたいんだ。まあ、卵も多めにもらったしな。いいぞ、ついてこい。ここだ。この源泉なら十分に温度が高いだろうと睨んでる。確かに周囲まで温度が高くなってて暑いな。早速試し。下がれ少年。なんだ、魔人、なんで温泉から。とにかくまずはこいつを倒すぞ。構えろキリト。したな。協力ありがとうよ。あいつはどうやらかなり昔にこの源泉に住んでいた魔獣だろう。なるほど、それで今復活したってことか。でもカラントは周辺にない。ということはやっぱり温泉の底にカラントが生えてる。ほっとくとまだ魔獣が生まれるな。そうか、深度は深くねえが、この源泉は人が潜れる温度じゃねえ。とりあえず水を抜くか。いや、水を抜かずに済む方法があるぜ。どういうことだ。非奥義、ライトニングフォールで何とかしてみせる。この技をあの水中のカラントに届かせてみせるさ。温泉の水がなくなっちゃベルクーリさんの温泉卵作れないだろ。さすがだな少年。そんじゃよろしく頼むぜ。ああ。ライトニングフォールは地面に剣を突き立て、広範囲で雷を落とし電撃を食らわせる攻撃技だ。とはいえ水に直接剣を突き立てて技を決めれば俺が感電しかねないからな。近くの地面に突き立て、あのカラントを攻撃するイメージをするんだ。そしてすぐ手を離す。よし、じゃあ行くぞ。アインクラッド流飛奥義、ライトニングフォール。どうにかカラントを破壊できたみたいだ。剣で雷を起こすとは見事だ少年。助かったぜ。ああ、感電するかと思ってヒヤヒヤしたけど、一度試してみたかったからな。カラントを物理的に切るのではなく、飛奥義でその存在を破壊できるかどうか。どちらにせよ剣を使い俺のシーンが発動してれば問題ないってことか。うまくいってよかったよ。それじゃあベルクーリさん、邪魔もいなくなったことだし、改めて温泉卵作ってみてくれよ。おう、そんじゃ卵をつけてみるか。そろそろいいんじゃないか。そうだな。よし、湯からあげるぞ。こいつはいい感じじゃないか。なあ、
一つもらっていいか。ああ、味見してくれ。うまいぞこれ。中身も半熟でトロッとしてね。かなりいい出来じゃないか。そうか、ならよかったぜ。よし、そんじゃ帰るぞ。ベルクーリさんは食べないのか。うん、俺はいいんだ。それより店名がつきちまわないように急がねえとな。今戻った。ファナティオはいるか。はい、ここに。どうされましたか。これを渡そうと思ってな。これは温泉卵ですか。たまたま卵を持ってる時にたまたま温泉を見つけてな、浸してたらできたんだ。もしかして前にアスナが作ってくれた温泉卵を私が美味しいと言ったこと覚えていてくださったのですか。そんなことあったか。ほら、早くしないと店名がつきちまうぜ。ありがとうございます、閣下。どうしました？私の顔に何かついていますか。いや、お前の笑顔を仮面を通さずに見たのは何十年ぶりかと思ってな。その、珍しいもんだからよ。つい見ちまうんだよ。国家一件落着ってやつかな。めでたしめでたし。